どうも皆さんこんばんは。ビーティクニュースの時間です。まずは劇場版最新作、興行収入140億円突破おめでとうございます。コナン史上最高収入とのことで、これは200言ってもおかしくないですね。嬉しいニュースもある反面、今回ちょっとビーティクボーイズが触れざるを得ない悲しきニュースが舞い込んできました。正直この件に触れるのはとんでもなく悩みました。この件に触れることでビーティクも炎上してしまうかもしれないからです。そうなんです。すでにアイドルユニットの公式アカウントがこの件に触れてこうコメントしており、見事炎上していました。まあそりゃ炎上するわなと。いや、この騒動は特級呪術並みに取り扱うことに注意を払わなければなりません。そもそもこの騒動はファンにとって非常に悲しい出来事ですし、ビーティクの発言一つで多くの方の反感を買ってしまう可能性もあります。ですが我々も古谷さんの恋真似をしていた身として、今回はこの事件に触れていこうと決意し、炎上しないようできる限り第三者視点でこのネタを深掘りしていこうと思います。ではまず一言だけ言わせてください。いや、おじいちゃん何やってるん。ではここからはこの騒動をあまりよく知らない黒の組織のメンバーの皆さんに解説していきます。ことの発端は週刊文春の記事を受け、古谷さんが公式に謝罪文を上げたことで大きくネットで話題になりました。その内容を一部引用して紹介していきます。ある女性と昨年9月まで4年半不倫関係にあったと、その中で一度口論になり思わず手を挙げてしまった、さらには中絶させてしまったと。ああ、なるほど、そういうことですね。もう一度言わせてください。いや、おじいちゃん何やってるん。すみません、やはりビーティクはこれしか出てこないです。ビーティクもこの文章を見たとき、いや、古谷さん勘弁してくれよと思ってしまいました。不倫は100歩譲ってその家族の問題だと思っていますので、奥様とお子さんが許す許さないだと思います。なので不倫に関してはビーティクが一方的に非難するというのはどうかと思います。ですが暴行と中絶はちょっと違うなと思います。いや、許されない行為だと思います。本当に深く反省してもらいたいですね。不倫相手は誰なんだと気になる方も多いかと思います。これに関してはビーティクのポリシーである関係のない人を巻き込む可能性があるので一切触れません。まあ最近疑われそうな鳥のアイコンを殺しておけばなんかわかるんじゃないですかね。ではここからは芸能界で常に話題になる不倫、それに伴う影響や最近のネットに関して踏み込んでいこうと思います。ぜひ皆さんのご意見もコメントしてください。まず今回の騒動で古谷さんのイベントが一つ二つ、そして7年続いた番組が終わってしまいました。まあこればっかりは仕方ありませんね。番組側もスポンサーがいて初めて成り立つと思ってはいますので、スポンサーが少しでも嫌がることは避けなくてはなりません。正直コナンの人気キャラ安室さんの降板の可能性もゼロではありません。安室さんはコナンにとってもはや超重要キャラ、劇場版にもたくさん品質するキャラクターでもあるので、ちょっとどうなるか不安になりますね。話は変わりまして、こっから先の最悪なパターンとして考えられるのが安室さんの声の降板によるファンがその不倫相手を攻撃するということです。今すでになんと X ではそのようなコメントがちらほらあるようで、不倫相手が悪い、相手が古谷さんを騙したんだといったコメントもちらほらあるそうです。なかなか難しい問題ですよね。ただここでよく議論されるのが、相手側が文春にネタを売ったという事実もあります。今回の件もすでに去年の9月に破局済みであり、今になってなぜ暴露したのか、それは元不倫相手がしつこく古谷さんとの復縁を迫り、それを断り続けたから、その腹いせに瞬間文春に売ったのではないかと。先ほどお伝えした通り、すでに奥様とお子様には去年の9月時点で謝罪し、すでに禊を終えているという可能性すらあります。どうやら古谷さんのお子さんはどんなことがあってもパパの味方だからねとおっしゃってるようですよ。ここから古谷さんの常日頃から家族サービスをしっかりとしていたことが伺えますね。このように一方だけの情報だけを鵜呑みしてしまうと偏った方向に進んでしまうので、皆さんぜひ冷静になって嘘を嘘と見抜けるようにしていきましょう。いかがだったでしょうか。今回の件は様々なご意見があるかと思います。皆さんぜひコメントしてくださいね。今回は少し悲しいニュースを取り扱いましたが、今後は名探偵コナンの面白いニュースや考察等も投稿していこうと思います。それでは黒の組織のメンバーの皆さん、ごきげんよう。さようなら。